小田切効果の名前の由来となった俳優の小田切城小田切効果とは、テレビ番組において魅力的な俳優をキャスティングすると、本来のターゲット層ではない女性視聴者を獲得してしまう予想外の現象を指す言葉である。名称は、2000年に放映された特撮テレビドラマ、仮面ライダーウガで主演した、日本の俳優である小田切城にちなむ、 もともと想定外の現象を指している言葉であったが、意図的にそれを狙った番組も制作されており、英語圏では、スポーツやアイドルをテーマにしたアニメ番組でこの効果が指摘されることが非常に多い。小田切効果の名は、仮面ライダーウガで起こった現象に由来している。プロデューサーたちが番組の視聴者層を分析すると、大きく2つのグループに分かれることが分かった。 一つは4歳から12歳までの子供であり、こちらはもともと想定されていたそうだが、もう一つのグループは30歳前後の女性だった。つまり、子供たちの母親が主演俳優である小田切城に魅力を感じて番組を視聴していたのである。小田切城は番組を卒業して人気俳優としてキャリアを積んでいくが、後続の仮面ライダーアンギットでも小田切効果の再現を目指し、 容姿に優れた俳優3人が主演に起用された。そして、やはり大量の女性視聴者を獲得したが、仮面ライダーシリーズを昔から視聴している層には、不評だった。小田切効果は、スポーツやアイドルをテーマにしたアニメで利用されることが多い。この効果が指摘されている番組は、例えば、黒子のバスケ、フリー、弱虫ペダル、デイズ、テニスの王子様、プリンス・オブ・ストライド、 オールアウト、チア男子、ユーリオンアイス、美男高校地球防衛ブラブなどである。これらの番組は、不女子からの人気が高い上、数はそれほど多くないものの芸男性からも人気である。エイランターナーアニメ有形ニュースのヤンウルフは、オダ切リ効果は、欧米メディアでも顕著な現象だと述べている。例えば、2015年に BBC が制作したドラマ、 ポルダークでは主演のエイダン・ターナーが上半身裸になるシーンがあり、それを目当てにした視聴者が大量にいたと言われている。また、2016年の英米合作ドラマ、ナイトマネージャーでは、トム・ヒドル・ストンが上半身だけでなく、デ部まであらわにした。観能小説、フィフティ、シェイズ・オブ・グレーにも、おだぎり効果が指摘されている。イアン・ウルフによれば、 シャーロックシリーズに主演したベネディクト・カンバーバッチは、この番組だけでなく、コメディラジオドラマ、キャビンプレッシャーなどに出演しては、オダギリ効果を発生させている。本来の想定外という意味であれば、イギリスの子供向けチャンネルシービビスの教育番組、ミスター・ブルーム、エス・ナーサリーで、ベン・フォークスが演じたミスター・ Mr. ブルームは、成人女性からの人気が高かった。オダギリ効果には、 好材の両面があると言われている。小田切り効果を発揮した番組は、多数の視聴者を獲得するが、ある種の安全策になっていると評価されることもある。怪我をしたり、スポーツマンシップに欠けるような負のストーリーアーク、複数の放送回をまたぐプロットは迅速かつ丁寧に回収され、友情が盛りだくさんである一方で、恋愛要素のあるサブプロットはどこにも見当たらない。 ターゲットとなる視聴者の気持ちが離れてもリスクを取ろうという気など起こらないし、だからこそ番組内で重層的なテーマに取り組むことから遠ざかってしまう、と言われる。一方、アニメの制作側にとっての利点としては、番組の女性ファンが増えて影響力を持つと、その番組の関連グッズの売り上げが伸びる傾向にある。小田切効果が取り沙汰されるのは番組制作における、 セクシズムの現れであるとも言われる。テレビ番組において男性視聴者が女優やその役柄に惹かれる現象は全く異なった論じ方がされるというのがその理由の一つである。また、この効果は女性をターゲットに制作される番組がまだまだ少ないということを意味してもいる。ありがとうございます。